出てるかどうかこう。で、下からこう、下ついていってる。そしたらこう、変化ね。その時に自分が、こっちから来る人が来たりするかもしれない。その時に、こう、安定してる。重心は真ん中。下向いてないとか、引っ張ってないとか、下の力が。で、次の力が入る。これが、それでこう、いつもこっち、こっちから来てもいいよ。っていう状態で、そういう感じだと思う。最初に考えた、そういう気持ちでやる。自由、自由、自由っていうのは、いろいろ見えてる。ここやっつけに行ってるわけよ。ここやっつけちゃうと、他から見えなくなる。だから全体的にこう、自分が動いて、ここで向いてるっていう状態。じゃあちょっと試してみて。こういうのさ、ね、やると分かりやすいから。発人と攻撃の線で、例えばイトランとかね、こう、こうやって、こうやって受けますよね。歯と歯攻撃。こういうの。こうじゃない、ない。僕はもらいに行ってるのは、この、ここもらってるから、どっちか。だから、その、なんていうの、こう全部もらったと同時に周りも見れるっていう。この手と競争して 100% この手にこうやってやってるわけじゃないの。だからこの手はほっといて、こういうとこ来てるし、こういうとこ来てるし、こういうとこ見えてる、見えてる状態じゃない。でなかなか難しいんだけど、だから来た時にこう来て、他も来てもいいよ。で、こういう線もらって、で自分が余裕がある。ここで競っちゃって、こうやっちゃうと余裕がなくなって、どこから来たのかどこかからまっすぐ行くのか使わないように結構あったからこう姿勢してしまっておりました。出してるのにこうこうもらって、それからこうこう周り見るのもいいんじゃないけど、余裕っていうのこう入ってくるんだけど、だからこう入ってきたり回してて、ここはもちろんこう飛ばしてもらってるんですよ。で、そういうつもりでやってた方がいいと思います。じゃあ、いつの形ですか。今、あんまここ行ってたから行かないで周りの方向を見た方がいいよって感じね。じゃあ、この手は別に欲しいのかもしれないけど、別に欲しくてやってるわけじゃなくて、この手当たらないだけこうやって外してやって、ちょっと加速してやってる感じ。そうすると彼女バランス崩しやすいから、これ止め、例えば彼女が逃げたとしても加速してないと次来るんだよね。だからちょっと加速してあげると、そうするとこう崩れる。そういう感じ。今行く、内側に入るのこうね、とこうやってこう僕がやってくるんだよね。これここ止めてるんじゃなくて、これ打たせてあげて、的なくしてて、的がいなくなっちゃって、彼女を取り出せる。的を作ってあげないと、彼女打ってこない。的を作ってここですよ。それで、打ってきたときに外れてから、外して線を走って。で、周りに。で、こう、まっすぐ。こう、入ってる。で、何？こっちからなんか変なの来たら、こうやればいいし、来なくてこっちに隙間たくさんあるなと思ったらこうやればいいし、そういう話だ。だから今日は的を見せて、来た瞬間に的が外れて、あ、的外れちゃったって思う。で自分がこう四角線を見せて、で周りに見えてる、ああ見えてるって感じ。そしてこっち行くか、まあこっちから入って、まあ、こういうと周り見えてるような状態でやればランタってできるよね。これ周り見えてる状態こっちも見えてる、カメラここにいるから近くから近くだからあるし、だからちょっと触ってこういうのが四方投げで、みんな大体こうちょっとこの手だとこの手気にしない練習だで自由になる、囚われちゃうと自由になるから、
黙らないで。あ、すげえ。資格もらって、周り見えて。そして準備。最初のうちはこれこうやってよけてそれからなんかって考えちゃうんだけど、これも別に何でも線を外してれば線自由で周り見てそういう優先順位を考えてればだん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 って、ね、起きてきてもこうほらスレスレで入れば全然浮きしてもで崩れないから普通の人あの稽古してる人はバーンって腰入れてくるって言うからこのこっち、これで加速しないとやられちゃうんだよね。次の瞬間もわーってやられちゃうから、だからちょっと加速してやる。おー、したら加速してるわけ。そしてこう自分の前に行ったらこうね、こうバックが出て自分が安定して周り見える状態で、こうこれ、こう行っちゃったらもうやられちゃうから、だからこう出せといてちょっと加速してやる。そしてちょうどいいところで、で、周り見えてる、こういう感じです、ね、その辺また見せてこれやりましょう。いろいろ方法あるんです。おーってこう周りにね、周りこの辺なんですね、やる方法もあるしいろいろあるけど、いずれにしても線を外して的を見せてあげて、的ここですよ教えてあげて、彼に彼もここですよ、でも彼が来た時にはいたらやられちゃう、外してちょっと加速してあげる、それで待ってる。リカバリーするんだ。リカバリーいろんな方法ありますよね。こう腰返してこう来るとか、だから今みたいに回ってくるとかいろいろあるけど、それに応じた方法で待ってる。リカバリーしてくるのを待っててもらう。そういうのすごい大事だ。それまた後でやりますけど、まあ、そういう気持ちで。